家好，我是陆奖，谢谢大家今天来看我的影片。那今天这一支影片还蛮特别的，这一支影片呢是有观众他私讯我说他想要看的影片，这是日本的无印良品的影片。那位观众跟我说呢，他在台湾非常非常的喜欢逛无印良品，所以他就非常好奇，那日本女生实际上也喜欢无印良品吗？还有日本人实际上都在日本无印良品买什么东西？那我自己看这个私讯之后呢，也觉得这个主题真的蛮有趣的，可以拍一下。所以这一次呢，我找了两位我身边非常非常喜欢无印良品的两位日本人，是瑞卡桑还有马萨米桑，来跟我一起拍这个影片。我自己也很期待，很好奇，不知道他们会介绍什么产品给大家。嗨，大家，我现在已经进到无印良品里面了。那因为他们两个人会迟到，那我就简单跟大家讲一下他们这六层楼有什么。首先，地下一楼呢是无印良品的食堂，一楼呢主要是卖食品，还有面包，还有茶。那二楼呢是以衣服为主，女装跟男装都有，其实他们都有写中文啊。那三楼是袜子、内衣，还有跟健康美容的小物。还有文具、办公用品，还有旅行用品。那他们四楼有的东西非常的丰富，有厨房用品，还有扫除用品、拖鞋、毛巾，还有童装，还有设计工坊。这应该是一些无印良品他们自己可以定做的东西，之前我有跟马偶来做过。然后是五楼，那五楼呢就比较是一些居家用品，例如卧室的收纳、客厅跟餐厅，应该也是有一些家具还有家电。那六楼开始呢就是无印良品的饭店还有沙龙，很夸张什么都有。大家，我看到这个要疯掉了，这个是每天都会换的便当，还有提供个日历，每天都不一样。在这附近上班的上班族的话，每天都可以来买，而且一个只要750日元，超便宜。那大家看，这是今天的便当，主菜是西京烧调味的猪肉，超赞的。然后又有很多小菜，那便当上面还有卖蛋糕，例如巧克力蛋糕，还有抹茶蛋糕，还有 cheese �蛋糕。大家看这样的 size， 一个只要350日币，吃完午餐吃一个甜点刚刚好。然后下面还有非常多种类的饮料，所以大家就可以买个便当来搭配个饮料。哇，超棒的，好羡慕在这附近上班的上班族哦。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。谢谢 Surfshark VPN 赞助这支影片。大家住在台湾，想看日本、美国的影集却看不到吗？其实我和文当住在日本也会遇到一样的问题，有想看的影集、想逛的网站，但是人在日本就全部都看不到。但是不用担心，只要有 Surfshark VPN， 就可以把你的 IP 定位在不同的国家，可以造访有区域限制的网站，也可以看你想看的任何东西。而且 Surfshark VPN 有严格的加密政策，可以保护隐私，安心使用哦。另外账号是没有限制数量的，只要有一个订阅账号就可以在电脑、手机、平板等多个装置无限同时使用哦。现在只要点资讯栏连结注册，就可以享有17折的优惠，还有3个月的额外使用期限，赶快去资讯栏下载吧。那再次感谢 Surfshark VPN 赞助这支影片的播出。好，他们两个来了，欢迎马萨米桑。お久しぶりです。お久しぶりです。遅れてしまって大変申し訳ない。大丈夫です。はい、まさみさんの今日のコーデを紹介してください。すべてランデブーで収めております。はい、動きやすく、下はちょっとスニーカーなんですけど、上はちょっとフェミニンな感じで。で、こちらはですね、超お気に入り。パソコンとかね、いろいろ入れられる、たくさんポケットがあるので、今日の撮影にはぴったりだと思って、こちらにいたしました。で、まさみって入ってんの、すごいこれね、間違い、オーダーミス。ほんとこの半分のサイズで来るはずだったのに、ちょっと大きいサイズで来てしまって、こんな感じです。次、せいかさんです。皆さん、お待たせ。大丈夫です。本日私もランデブーで来ました。AWですが、まだちょっと暑いので、こんな感じです。かわいい。かわいい。しかもさ、バッグ、揃い。私も今日はプチバケットバッグ持ってきました。ダークブラウンですね。ぜひ台湾の皆様も、EC サイト見てみてください。对，就是现在我们的ランデブー商品呢，全部在台湾官网都可以买到。有兴趣的话呢，大家都可以在台湾官网购买一下哦。我们 Sega 桑真可爱。谢谢。不客气。现在呢，我们来到的是无印良品的食堂来吃午餐。我们三个有点一样的定时，我点的ドリンクセット是黑豆茶，因为 Seika桑说很烫，他们等一下再喝。我们全部点的都是黑醋鸡肉定时，看起来超好吃，超好吃。刚才 Seika桑跟我说呢，他们无印良品的食堂就像是比较高级版的定时。大家，那我们现在呢已经来到 Seika 桑的家。那今天 Seika 桑跟马三米桑呢，他要给我们介绍他们买的东西，还有他们平常会用的，其实是六品的什么东西。那首先呢，我们桌上有 Seika 桑帮我们准备的茶。いらっしゃいませ、うちへ。
もうルイさんはその猫ちゃんがついてる方を使いください、はい、こちらは私が好きなクッキーを用意いたしました。こちらは無印ではございません。好，那我先来跟大家介绍一下我的购入品。最初は歯磨きセットです。あとは歯医者行くので、こういうのはこれから使うかなと思って買いました。こういう変装ボックス、なんかそういうのあるんですよね。あるあるある。前台湾でめちゃくちゃ流行ってました。あ、日本でも流行った。日本でもね。高校生。え、高校生。高校生。そうか。え、次私のはこれです。これは文壇にあげる予定です。優しい優しい。最近はリモートが多くて、で文壇はペンも入れるやつが欲しい。でこれが携帯をここに置けてペンとか作れる、うんうんね、あと次はアルバムです。なんと、うん、これも見てあもうすぐ買いたいなと思って買いました。これ昔はあのジャニーズの写真とかいっぱい入れてたんでしょ。そう、今全部データじゃないですか、うんうんうん、でそれでやっぱり本当の写真としても残したいの でこれからこういうの買ってちゃんと写真を印刷して入れようかなと。素敵。いっぱい買ったんですが今週の4つ紹介いたします。まず絶対買うもの、じゃーん、蜜かけコーン。これは何ですか。これはですね、私小さい時あのおじいちゃんといつもこれ食べてた思い出があるんですけど、トウモロコシを爆発させてそこに甘い蜂蜜とかあの砂糖とかこうつけてるやつで本当に美味しい。無印の何がいいかっていうと全部均等に甘い。あ、確かに。そう、なんかこれあちょっと外れみたいなとかなくて全部が美味しいっていうのが無印のこちら蜜かけコーンでございます。私いつも大きめ買うんですけど99円の小さめもあるので、うんね、お試しサイズもございます。もうこれ作ってる人じゃん。本当これ絶対いつも買うからマストバイ。じゃあ次、ちょっと大きめポーチでございます。こんな感じで結構入るポーチになってまして、来週沖縄に行くので化粧品をこの中に全部詰めて、ね、サイズいっぱいあったんだよね。私違うサイズ買いました。そう、1個下のやつ買って、私はこちらちょっと大きめのポーチを買いました。はい、いいじゃないですか。あと2つで、お祝儀袋。日本の結婚式ではこの中にねご祝儀を入れて参加するっていうのがありまして、あの友達の結婚式が10月にあるので、それで買ったんですけど、無印にさこういうのあるのって知らなくて。そうそうだ。そして最後にですね、銀座の無印良品に行ったんですけど、私本当に無印大好きすぎていろんな店舗に行ってるわけよ。でびっくりしたのがお野菜売ってたの。びっくり。大きめななめこでかいって。これも味噌汁に入れたらもう。そう、奈良県産でございます。そしてこれ有機パクチー千葉県産、うん、イタリアンパプリカでかいってさっき店回ってる時にまさみさんはもう本当無印良品いっぱい使ってて、本当にいっぱいあります。セガさんが買ってたパジャマ、あ、はいはいはい、そうパジャマと、もうこれは揺るがない東京に来てからずっと使ってるのが布団のカバー。あー、確かに買ってたね。そう、もうねオーガニックコットンだし、しかもお買い求めしやすいし、あと家のデザインを崩さないっていうのが無印良品の、うんうん、もう私無印良品の人ですか。もう積み落とされた。本当にテレビの台もそうだし、あとそうなんだ、そうなんだ、なんかね家具もね無印で最初揃えてたぐらい本当に好きなブランドでございますね。なるほどですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いっぱい喋っちゃった。素敵と思います。はい、次はセイガさんです。行っちゃいますよ。行っちゃってください。お願いします。すごい買ったんですけれども、皆さんに紹介するのはまとめました。はい。じゃあまず、まさみさんが言ってたパジャマ。まさみさんは自分のサイズより大きめがいいって言ってたから、私は S 買おうとしたんですけど、M を買ってみた。洗えば洗うほど、あの体にまず馴染んでくれる。着れば着るほどなんか柔らかくなっていく。そして汗とかもベタベタにならないで、夜も夜中も快適に過ごせる。無印良品の着やすい。食べついてなくてさ、ここにプリントされてる。そうそう、もうこことかさ、痒くなっちゃうしないんだ。あ、本当だ、ね、すごいですよね。次は本当におすすめのもの、もうリピ買いしてます。コットン。セガさんすぐ通ったんですよ。もう一番最初、もうこれを今日は買うぞって思いながら来た。そしておまけにこちらの今回初めて買ってみました。カットの大きさがこっちは大きいんですけど、こっちはコンパクトなこんぐらいのサイズで、これはクレンジングの時に使おうかなって思ってて、こっちはあのパックにもできちゃうんですよ。化粧水を自分のやつ染み込ませて
このポットすごい優秀で、うん、破けれるの、何層にもなってて、うん、ピュッピュッピュッみたいな。肌のその秘訣はそれってことですか？そうなのですか？なんだでも何分くらいパックしてますか？5分。やりすぎた。確かに確かに。なんかパックはさ、1枚あたりちょっとお金かかっちゃうじゃん。かかりますね。安くてもいいんでしょ、うんうん、それをパシャパシャ染み込ませて置く。おそれだけ。なるほど。ぜひ皆さんやってみてください。ジップロックなの。あ、いや確かに考えられてベストセラーなんだと思うんですよこれ。次いっちゃいますよ。はい、はい、こちら、じゃーん。これ使ってますよ、私も。えい、さすが。めっちゃいいよ、これ。これは旅行中とか出張中に使える洗面用具を入れるポーチです。それぞれ可以直接挂在洗手台上面。で、こっちは社長に買いました。で、私はこっちのグレーですかね。はい。違う色の方を買ったんですけど、ずっと気になってたの、これ。でもマジで使いやすいわ。無印行ったらよくこれ展示されてる印象だったんだけど、買ったことなくて、まあ今回ちょっとパリにまた行くので、その時に社長と仲良く使いたいと思います。ちょっと似ているものつながりでね、まだあるの。はい、あさみさんと違うサイズのポーチ。そう、これとね、もう悩んだね。で、私このサイズも持ってる。やっぱこのポーチすごい、メイクさんとかも使うほどいっぱいサイズあるので、私みたいにお家に置く用と持ち運び用とかで分けるのもいいかもしれない。確かに。あとね、番外編、はい、私の紹介は以上になるんですけれども、はい、使っているもので本当にいいやつを紹介したいと思います。これ、ね、もう素敵すぎる本当に。これメガネケースなんだけど、無印で買ったんだけど、すっごい使えるの。見やすいね、まずなので皆さんおすすめです。他にね、小物ケース今回買ったんですけど、でそれでせいかさんの YouTube でもアップしてますので、もうぜひ。ありがとうございます。続きをぜひ。私まだ YouTube 再開しますのでまさみさんの YouTube 動画もすごい可愛い動画いっぱい。ありがとう。もう編集が大変だね頑張ります。好，那今天真的很开心，就是找到翠卡桑还有马三米桑，他们两个因为真的都是我身边非常非常喜欢无印良品的人，所以这次影片找他们两个一起拍。那如果大家还有想要看什么类型影片的话呢，都欢迎在下面留言跟我们讲。如果有机会的话，我就拍出来给大家看。那谢谢大家来看今天这次影片，我们下次影片再见，大家再见，拜拜，拜拜。努力呢，みんな。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。